アマゾン購入。椅子足カバー取り付けましたよ。これ取り付け前、これ取り付け後チェックしてみましょう。この時点でわからない。まず取り付け前を軽く。次取り付け後これもね、もうどこまで行っても、どこまでも行ってしまうわ、これ。はい。はい。これね。このホルダー。よし、動かすなよ。ギュッてこれ引っ張って。足を押さえて。片っぽずつやるといいですか。180繰り返して、ここで一応アルコールでちゃんと脱脂しました。片方ギュッ引っ張りながら、これプクプクして、これ失敗。ガバちゃんとね、これ失敗なんで、これ取り外してやり直します。とりあえずその簡単イージー。何がより滑りがいいの、うん、OK できたー。いいよ。オッケー、オッケー。はい、今回紹介しました、これ椅子カバーチェックよろしく。なんか太ったな。